オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。では早速お聞きください。 Bonjour, c'est Daisuke, professeur chez Ensemble en français. Comment allez-vous? こんにちは、アンサンブルアンフランセフランス語講師の大輔です。お元気ですか？現在僕はフランスに住んでいて、今は日本に一時帰国中ですが、帰国するたびに日本の時間通りに来る電車や綺麗な道路、そして動いているエスカレーターを見ると、やっぱり日本ってすごいなぁと感動します。さて、日本は世界の中でもかなり厳しい水際対策を取っていることでも有名です。先日、日本帰国前の PCR 検査を受けに行ったとき、日本に行くときは日本独自の陰性証明の紙が必要だから必ず明日持ってきてねと言われました。そんな日本も、このアラカフェットを収録している現時点ではまだ観光客の受け入れには至っていませんが、徐々に水際対策も緩和されてきているので、このまま自由に往来ができる日が来ることを祈っています。フランスからの旅行客がまたやってきたら、ぜひフランス語で話しかけてみてください。その日を待ちながらフランス語の勉強頑張りましょう。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、3月にデビューされたヴィルジル先生をご紹介します。それでは早速、本日のフランス語レッスンを始めましょう。フランスで生活していると、教科書では出てこないような表現に遭遇してびっくりすることがあります。日本語でも同じですが、教科書に載っている表現と実際に生活の中で使われている表現は少し違います。日本語を勉強している外国の人が、私の名前は大輔と申しますのように、実際の生活ではなかなか使う機会がないような丁寧な表現を使っていたりしますよね。だからといって教科書に載っていることは役に立たないのかというと、もちろんそんなことはなく、より複雑な文章を組み立てるためには文法の基礎は必ず必要ですし、その基礎があるからこそ、より豊かな表現を用いて自由に会話をすることができるようになります。今日は日常生活でよく耳にする言い回しをご紹介したいと思います。今から僕が話す文章、何を言っているかわかりますか？Est-ce que la vie au Japon est très chère? Non, pas vraiment. Si tu veux, au Japon, il y a pas mal de restaurants pas chers. Du coup, si tu as 5 euros, tu pourrais manger un menu. 日本で生活するのってお金かかる？そうでもないよ。もし君がよかったら、日本には安いレストランがたくさんあるので、5ユーロあれば定食が食べられるよ。あれ？なんか、もし君がよかったらが訳すときにものすごく邪魔じゃないですか？文章全体はそんなに難しい表現は使っていないのですが、
さて、この si tu veux、どういう意味で使っているんでしょうか。実は、この場合の si tu veux には、もし君がよかったらという意味はなく、例えばさ、という意味で使われています。例えばさ、日本には安いレストランがたくさんあるので、5ユーロあれば定食が食べられるよ。このように訳すと意味が通じますよね。例えばというときは、通常は、par exemple を使いますよね。それに、si tu veux を例えばとして使うなんて習わないですよね。初めてこの si tu veux を例えばさの意味で使われた時には少し面食らった覚えがあります。この si tu veux を例えばさ、として用いるのはあくまでも親しい間柄の会話の中だけです。書く時には使いません。この表現は親しい間柄での会話で使うため、相手が先生だったり、それほど親しくない間柄の時、tu、君を vous、あなたに変えて si vous voulez ということはなく、par exemple を使うということでした。一方、vous には君たちという意味もありますが、話している相手が親しい間柄で何人かいる場合、この例えばという意味で si vous voulez を使うのかという質問をネイティブにしてみたところ、そもそも si tu veux は意識せずに自然と使っているので、君たちという時に si vous voulez というかどうかは考えたこともない。僕は使っていないし使わないと思うけど、もしかしたら使っている人もいるかもしれないということでした。ちなみに僕はこれまでに友人たちが例えばさという意味で si vous voulez を使っているのは聞いたことがありませんが、もしいや聞いたことあるよという人がいたらコメント欄で教えてくださいね。この si tu veux、 例えばさの意味で使っているので、 oui je veux bien、 はいしたいです、欲しいです、のように返答する必要はありません。もしここで Oui, je veux bien というと、ああ、でもね、そういう意味で使ったわけじゃないんだよね、みたいな微妙な空気が流れますので注意しましょう。教科書に載っているような使い方ではなく、少し砕けた表現ですが、実際のフランス人同士の会話ではとってもよく出てきますので、もし仲のいいフランス人から文脈とは関係なく si tu veux と言われた場合は、もしよければではなく、例えばさ、の意味で使っているかもしれませんので、注意して聞いてみてくださいね。もう一点面白いことは、一般的な例え話をするときには主語を on で話したくなりますが、実際の会話では tu が使われていることがとても多いです。先ほどの Non, pas vraiment. Si tu veux, au Japon, il y a pas mal de restaurants pas chers. Du coup, si tu as 5 euros, tu pourrais manger un menu. もう tu を用いていますよね。この場合、君という意味はあまりなく、もし5ユーロあったら定食が食べられるという一般的なことを話しています。これも初めて聞くと、え、私が？いや、僕が行くとは言ってへんやん、のように思うかもしれませんが、慣れてくると、ああ、一般的な例え話をしているんだな、ということがわかるようになってきます。確かに、誰ともわからない人が主語になっているよりも、tu を使うことで誰が行動しているか具体的にイメージしやすいのかもしれませんね。フランス人のお友達と話をするときに tu が出てきたら、
あ、こういう感じで使うんだなと思い出してみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン、無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ、最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は3月14日に講師デビューされたヴィルジル先生の魅力をお伝えいたします。2020年からフランス語を教えており、日本語や日本文化に大変興味があるヴィルジル先生は日本に語学留学したことがあります。日本で学生生活を送った経験から、ヴィルジル先生は、語学の上達のためには、その言語で積極的に話すことの大切さを熟知しております。そのため、レッスンでは会話をしながら楽しい雰囲気づくりを心がけ、生徒の発言を上手に引き出してくれます。ネイティブに通じるための発音やイントネーションの矯正もしっかり行います。ヴィルジル先生は謙虚で真面目な性格ですが、フランクな面もあるので話しやすく、発音が明瞭で聞き取りやすい講師です。また、会話上達のためにより自然な言い方や便利な類似表現をたくさん伝授してくれるので、会話の実践練習をしながら語彙力を伸ばしたい方におすすめの講師です。ヴィルジル先生は日本時間の夕方から夜にかけてレッスンを行うことが多いです。気になる方はぜひ一度ヴィルジル先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。